ヘラミビルは、アメリカのバイオクリスト社開発のインフルエンザ用、抗ウイルス薬である。日本での商品名は、ラピアクタ。ノイラミニダーゼ阻害薬であり、タミフルやリレンザと同じ作用基準であるが、酵素の阻害箇所が3箇所と多いため、より強力なインフルエンザウイルスの増殖抑制効果がある。点滴剤であるため、蛍光投与が困難な患者にも、使用可能である。 2009年10月に、塩野義製薬が厚生労働省に承認申請し、2010年1月13日、世界に先駆けて、日本で初めて成人用が承認された。承認には、通常1年から2年かかるが、新型インフルエンザの流行が考慮されたため、異例のスピード承認となった。初の国産抗インフルエンザ薬とされるが、 実際に開発したのはアメリカのベンチャー企業であり、使用の犠牲薬は提携してライセンスを取得した形となっている。日本国内での臨床試験も使用の犠牲薬が言った。1回の投与時間が約15分の点滴薬であり、1回の投与で治療が完結するが症状が重篤な場合は連日反復投与することができる。薬理作用は容量依存性で、 生後数ヶ月の乳児から成人まで幅広く使用することができる。主な副作用としては下痢が上げられる。ありがとうございます。